はい、皆さん、おやっとさーです。おやっとさーというのはですね、鹿児島弁でお疲れ様ですという意味です。じゃあ今日も鹿児島弁バリバリでやっていきます。今日はですね、コロナの給付金の中でもこの鹿児島県のみの支援金です。鹿児島県事業継続支援金ですね。もう漢字が並ぶと大変ですね、噛まないようにするのが。まずはじめにですね、動画の再生速度の方が選べます。早くしたいよ、遅くしたいよ、いらっしゃると思います。スマートフォンの方、画面右上の黒丸3つから再生速度で設定してください。パソコンの方は画面右下の歯車から設定してくださいね。この動画を見ていただきたい方ですね、鹿児島県内の人ですね。鹿児島専属の給付金なので、県外の方すみませんあと持続化給付金を申請している人ですね。でこの動画を見てですね、少しでもためになったと思ってくれる方で、今回のにですね当てはまりそうな方っていうのが身近にいたらこの動画共有してあげてください。今やっぱりコロナですごく大変ですよね。なので皆さん、共にこのコロナをですね乗り越えていきましょう。この動画で分かることですね、事業継続支援金の詳細が分かります。この下のところにあるのが、これ目次になってますね。今日の目次になってます。じゃあ支援金についてですね、どういった支援金なのか、今年に入ってからで、この間の5月30日までの間にコロナの影響によって、前年の同月の売上っていうのが 80% 以上減った事業者に支援金を出す鹿児島県独自の制度になりますということです。で、支援金の申し込み開始と期限、ここですね、ここが2020年の5月25日から6月30日までっていうふうに、かなり短い期間になっているので、非常にここを忘れてしまいそうな方多いと思うので、ちょっと急いでこの動画を作らさせていただきました。皆さん忘れてるって方もいらっしゃるんじゃないですかね。気をつけてください。どういう人が対象になるのかっていうところです。鹿児島県内に本店もしくは事業所があるところです。でただし申請日時点、この支援金を申請した時点での登記簿に記載されている住所が鹿児島市ということですね、鹿児島県ということですね。で、まあ、こういったのは対象外、まあ、要は大企業は対象外ということになってますね。で NPO 法人なんかでも対象内になってます。で国の持続化給付金を受けていて、給付通知があるっていうことが条件になってます。給付通知も皆さん届いてますかね。こういった通知ですね、通知書になってます。でこの通知書がまだ届いてないよっていう方々、まだ振り込まれてないよっていう方々もいると思います。これがまだですね届いてないよっていう方々は、この3つで代用できます。持続化給付金が振り込まれた通帳の表の部分と、めくって1、2枚目のページのコピー1枚ですね、これですね、通帳の表と開いて見開きのところですね。で実際に振り込まれた金額の記載があるページのコピーです。で、持続化給付金申請の、ログイン後のマイページをすべて印刷っていうことです。皆さん申請するときにこういうのがありましたよね。こういうのログインした後に申請フォームっていうところですね、ここを全ページ印刷してくださいっていうことですね。この3つでこの持続化給付金の振込通知っていうのがなくても、これで代用できるっていうことになってます。でこれが一つですね。で、あとコロナの影響によって前年同月の売上っていうのが 80% 以上下がったよっていう方になります。これは、今年に入ってから5月の30日の間で1ヶ月だけでも OK っていうことでした。であとこれですね、2019年12月31日以前から事業をしていて、今後も継続する意向があるっていうことですね。ここです。で対象外になるっていう方々はここにちょっとあっておきますので、もし自分がそうじゃないかなって思われる方っていうのは、ちょっと止めてみてください。支援金の額っていうのは、対象月の売上っていうのが前年の同月と比べて 90% 以上減少している場合っていうのが上限額20万円です。で、
それが 80% から 90% の減少っていう方は、10万円の上限っていう風な形になります。一応これですね、計算方法っていうのはあったんですけど、ちょっとややこしかったので、これはもう直接、聞いた方がいいかもしれないですね。で、これ申請の時にですね、ダウンロード書類っていうのがあるんですけれど、それの PDF と Excel があって、 Excel の方を選べば勝手に計算してくれます。勝手に計算してくれます。これがですね、ダウンロードの画面になってるんですけれども、これもあの概要欄の動画の概要欄に貼っておきますんでですね。で、ここの赤枠のところですね、中小法人向けっていうのと、下が個人事業者向けっていうのになってるんですが、これの PDF と Excel があって、 Excel の方を選ぶと、そのままパソコンとかで入力すると勝手に計算の方をしてくれるらしいです。で、入金までの期間ですね、まだわからないっていうことでした。入金までの期間はまだわからない。で、申請の必要書類ですね、これだけありますね。で、申請書類送付状っていうのがまずありますね。これです。こういったやつになります。で、申請書兼請求書ですね、これが2枚ありますね。この支援金って上に書いてるのと、これですね。で、申請内容を証明する証拠書類ですね、この確定申告書の写しで、対象機関の売上台帳の写し、で、国の持続化給付金の、給付通知書の写しですね。これはでもさっき説明したんですけれども、ない方は、先ほど説明した3点が代用が効きますので、そちらでやってください。で、振込口座の通帳の写しということですね。で、あと誓約書ですね、これがこういうふうになってますね。ごめんなさい。で、こういった書類、この緑のチェックのやつはダウンロード書類になってます。このページですね、このページから、下の方に行くと、ここら辺、申請書類っていう、申請についてっていうところで全部ダウンロードできるようになってます。で、この紫色の丸のところは、自分で申請、自分で用意する書類ですね。これもうでも、持続化給付金を申請してるっていう方はもう書類がほぼ一緒だと思うので楽だと思います、非常に。で、申請方法ですね、オンラインのみです。あ、ごめんなさい、オンライン申請はありません。書面のみになります。郵送のみの申請になりますね。で、注意点がやっぱり6月いっぱいで締め切りになりますので、早めにやってた方がいいです。もらえるお金はですね、もらっておきましょうっていうところですね。で、Q&A と窓口ですね。問い合わせ先っていうのはこちらになってます。こちらになってますね。で、あと申請用のホームページの URL っていうのは概要欄に貼っておきますね。で、最後にですね、普段このチャンネルっていうのでは、私たち日本人がなぜか義務教育で受けることができないお金に関する知識を発信しています。今回の動画が少しでもためになったよっていう方で、今回の給付金とかにですね、当てはまりそうな方っていうのが身近にいたら、ぜひ動画の方を共有してあげてください。共にのコロナを乗り越えていきましょう。ぜひチャンネル登録もお願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。